1811回始めます、2023年11月1日ですね。ウクライナ戦争がね、全然膠着状態っていうのかな、終わる気配はないし、例のイスラエル・ガザ地区ね、ハマスか、ハマスとイスラエル、これもすごい死者数になってるみたいね。イスラエル国内ではなんか1600人とか、まあ、おそらく2000人弱ぐらいじゃないですか、イスラエル国内の死者。パレスチナ側ね、ガザ地区とかハマス側、こっちはなんかもう8000人とかそれぐらいみたいですよ。でうち子供が2、3000人いるみたいなね。子供が3000人も死んじゃうんですよ、本当に。イスラエルもまあ毎度のことだけど、反撃が強烈だから、もう3倍返し5倍返しだから、いやどうなるのかね、本当に。でこれもね、どっちもウクライナ戦争もそうだし、この中東のね、イスラエル・ハマスの件もそうだけど、長引くとね、これ本当にさらにこの第三の紛争地帯みたいなの出てね、台湾とか、そうなってくるともうアメリカ、もう2正面3正面になるとアメリカなんか何にもできなくなるよね。その時日本は大丈夫かっていう感じですよ、本当に。はい、まあ1811回始めます。熊本朝日放送、施設利用者宅から、現金など盗んだ疑いっていうことでね、職員逮捕。高齢者施設ですよ、でのまたね、職員による不正というか犯罪というか、担当するデイサービスの利用者の自宅から現金など盗んだ疑いで介護の施設の職員が逮捕されましたと。逮捕されたのは熊本市内の介護施設の職員、熊本市東区か、東区の山崎和久容疑者49歳の介護職員、ね、男、山崎容疑者山崎和久容疑者49歳。山崎容疑者は今年6月、市内に住む79歳の女性宅で現金や、ブランドバッグ、防犯カメラのレコーダーなど約20万円相当を盗んだとして住居侵入と窃盗の疑いが持たれていますと。山崎容疑者はデイサービスで女性の送迎を担当していて、でデイサービスで女性の送迎、ね、担当していて面識があったと。で女性は一人暮らしで、被害に遭った当日はデイサービスで不在にしていたと。警察は周辺の防犯カメラの映像などから山崎容疑者を特定で、私がやったことに間違いありませんと容疑を認めているということで、これ、まあ、49歳のね、送迎の男、山崎容疑者、これひどいのが、その担当してる、自分が送迎してる、あのデイサービスで、そのね、介護サービスの利用者、のお宅知ってるから、しかもこの当日ね、一人暮らしでデイサービスに行ってると、デイサービスに行ってるってことは家が空いてるよと、誰もいないよというのを知った状態で家に盗みに入ってるってね、これはひどいね。ね、自分が送迎してちゃんとデイサービスに通ってると、いや絶対家には誰もいないと、分かった状態でやすやすと家に入って、まあブランド物のバッグとか、現金とか20万円相当盗んでるっていうんだから、これはもう本当に立ち悪いね。いやもう本当にね、みんなお金ないのは分かるんだけども、ねえ、これバレると思わないのかね。本当、まあどこだってそこら中、今車にだってね、1台1台レコーダーね、ついてるしね、ドライブレコーダー、ドラレコ大体ついてると思うし、家にだって防犯カメラとかね、結構ある、住宅街につけてるとかありますから、バレますよ、盗みに入ったら大概は。はい、本当にね。いや、まあこのね、高齢者狙ったこの介護とかの
仕事についてる人たちねの犯罪はね本当に後立たないね、多いね。ね、こうやって仕事で得た個人情報とかね、利用しての犯罪、もう今日デイサービスに行ってるから家が空いてると、でここは一人暮らしだっていうのを分かってての、ね、泥棒に入ってるっていうね、これ立ち悪さね、これ本当に、いや許せないね。本当は高齢になってね、ね、安心してね、施設とか、その通称型のね、介護サービスとか受け、デイサービスとかね、受けようと思っても、こういうことあるとね、ほんと安心して介護サービスも受けられないよっていうことになってきてます。はい。いや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 、ということです。まあみんながみんなね、もちろんこういう人ばっかりじゃないんだけどもね、いい人が大半なんだけども、ね、いい人っていうか当たり前の人ね、が大半なんだけども、こういうのがね、ちょくちょくいるね。で、大体男ね、やれかすのは。はい。本当に。もう8割方、9割方男が多いよ。やるなっちゅうの。ね、49言ったら私とほとんど同じだから、はい、同級生頼むよ。はい、終わります。1811回終わります。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。